ミュージックプレイヤーデーモンはオープンソースソフトウェアとして開発されているオーディオプレイヤー。サーバーとして動作するため、ローカルホストだけではなく、ネットワーク上のディレクトリにある楽曲も再生可能。MPD はオーディオファイルの再生やプレイリストを管理、データベースで楽曲を整理を担当するが、その MPD を操作するには別途クライアントのソフトウェアが必要となる。 MPD のハンプファイルにはシンプルなコマンドラインのクライアントである MPC が同梱済みである。MPD は各種の商用オーディオデバイスでも使用されている MPD はシンプルにバックグラウンドでデーモンとして動作しプレイリストから音楽を再生する。クライアントのプログラムは MPD と通信して再生、プレイリストおよびデータベースを操作する形となる。 iTunes のようなフル機能の音楽プレイヤーではないが、クライアントがその役割を分担する。このようなクライアントサーバーモデルには、一体型のオーディオプレイヤーに比べていくつかの利点がある。クライアントはイントラネットまたはインターネットを介してリモートでサーバーと通信でき、サーバーはネットワーク上のどこにでも配置できるヘッドレスコンピューターにしておくことも可能である。 複数のクライアントが同時にリモートで接続することも想定されている。NCMPCPPMPD には TCP 接続で独自のプロトコルを介してサーバーと通信する種々様々なフロントエンドが存在し、そのインターフェースのタイプは様々である。より完全なリストについては、クライアントンプドウィッキーを参照のこと、シンプルなクライアントであれば、 スクリプトで作成できる。利用できるライブラリーは C、Python、Ruby、Parl、Lua、Haskel などの多くのプログラミング言語向けに存在している。ありがとうございます。